はいどうも、日照簿記検定2級をお持ちの皆様こんばんは、ワイワイです。本日も You are playing the Stanley Parable の続きをやっていきたいと思いますけれども、もう先に言っときますとですね、今回を含めて、2回で終わりということで、だから今回と次回でこのゲーム終わってしまうんですね。前回の最後にエンディングを全部見ようと言っておりました。そして私若干調べました。するとですね、半分以上は私見つけられていたそうです。ただいけてないやつっていうのが、残り4つないし5つぐらいございまして、それを今回見ていきたいと思うんですね。さあということで、足早ではございますがここまでやってきました。これね、いつも通りっていうかね、ここ結構来たんですけどまだ見れてないエンディングがあったみたいなんですね。豊富ですね。このカーゴリフトですね、これが関係してるエンディングなんですけど、今回は2個、この動画では2個エンディングを見ようと思います。参考になるかもしれないけどね。で、短い動画になると思うんですけど、テーマはビビリです。ビビリというエンディングを見ていきたいと思います。どうやら1個目のエンディングはこれに乗ったらすぐに引けということだそうで、一回やってみたいと思います。おやおや、おじけついたのか。悪いがスタンリー、あのリフトは戻ってこないよ。このプラットフォームで楽にするか、床に飛び降りてみた方がいい。なるほどね、床に飛び降りるっていうのもあったけどね。いや、よく見たら床までそれほど遠くないかもしれない。この程度なら息で飛べるんじゃないかな。あ、ほんま？あ、そうなん？さあ、飛んでも絶対に死にませんから、怖いなんて言わないで。そんな私が知ってるさ、ちょっと待ってな。じゃあ、これ、ダンボールのとこ行こうかな。オッケーオッケー、黙っとけ。リュウよ。おい。死んだやんけ。おーい。おーい。さあ、では、2つ目のエンディングをね、見て回りたいと思います。このペースで行くと、ちょっとあまりにも時間が短いと言いますか、5分ぐらいで終わってしまいそうな気がしますので、ちょっとね、別のこととしては、実績解除。スチームゲームなんでよくあることなんですけど、実績解除するっていうのもね、ちょっとやってみたいなと思うんですよね。とにかく一回行って、あれ？ん？え？あれ？ちょっと待って、あれ？なんか、部屋違います。ここ二つ？ちょっと待って、俺、予想外のことが起こったぞ。あれ？おかしくないですか？なんか部屋違いますよね？違いません？何これは？これは何なん？ここまでのこれが何かめっちゃ気になんねんけど。いや、もう特に何もなかったっすね。めっちゃ見たんですけど。ここに入ったらもう同じになると思うねんけど。そうよね。戻れへんもんね。ああ、そう。二つ目のエンディング見る前にね、変わったことあってよかったっすけど。二つ目のエンディングは普通に進んでいきますね。はい、ここまで来ました。ここはですね、上司のオフィスと言われるところで、ここがね、で、ここ受付なんですけど、こっちにね、今開きませんけど、ボサノバ聞くとこがあったりしてね。で、今回のこの二つ目のね、もう早くも二つ目なんですが、エンディングは、同じく逃げ腰ということで、ここに入って出るっていう。そしてそうすることで、ナレーションしてるおじさんをこの部屋に置いておくらしいんです。そういうエンディングだそうなんです。一回やってみましょう。ああ、もめさん、もう失敗した、もう飯行くぞ。ああ、よっしゃ。置き去りにした。マネージャーのオフィスに入るとスタンリーは多分ね、今これあの中に人がいるということで、ナレーションのおじさんが向こう側にって言うたら置いてけぼり食らったと。で、ここから戻るんですって。今まで戻れなかったところが、ほら、こうやってドアが開いて、逆側にね、開いてね、こっちとか開けられへんの？あ、開けられる！なんだ？あ、なんか書いてる。To be rich is it a crime? なんか書いてる。え、なにこれ？俺、こんなん初めて知った。あ、そんなんもできんの？へぇー。トイレ広っ。ここ、マジ切ったよな、こうな。なんか汚いな、ちょっとな。よし。じゃあいいわ。また後で来よう。今、おじさんがとにかくいいひんから。こっち行って、一番最初のとこまで戻るんですって。一番最初、427号室ね。おじさんなし、これずっと。
怖いでもおじさんなし、おじさんなしや。これはこれちょっと寂しいもんがあるな。今までやっぱ心のどっかで俺はおじさんを求めてたんやろなっていうのがあるわ。うん、はい、戻ってきました。あ、ここかな、ここの扉が開いとるんよな。これがまあ、新しいエンディングの最後のドアというか、これ私のオフィスね。じゃあここ入ってみましょうか。はい。あ、なんか違うとこ来た。 You are now leaving。 あなたは今いる。あなたは今 leave。 わからない、21しか出てこへん。 leave って言われたら escape pot by floor 760って書いてる。あ、765室に行けってこと。これがその名も脱出ポットエンディングっていうらしいんですよ。おじさんを置いていってこのゲームから脱出する、ある意味本当の自由というのはここにあるかもしれないよね。ここか、755って書いてるな。もっと上か、赤い扉ある。開かへんのか、赤い扉。お、来た、760。エスケープポットランチバイ、ここか。あ、ここにエスケープって書いてる。ここに乗ればいいのな。了解。こっちか、見えへんねんけど。真っ暗すぎんねんけど。こっちでいいの？あ、なんかある！何これ、正月って感じじゃへん、なんか。あ、はい、二つ目のエンディングが終わりましたね。はい、今日の動画もありがとうございました。で、実績解除というところもちょっとやってみたいと思うんですけど、どうやらこのスタンリーパラボーの実績解除の一つにスピードランというものがあるそうです。このビギンザゲイマーゲインを押した瞬間、まあ、ロード時間含んだり含まなかったりするらしいんですけど、まあ、とにかく早く、できるだけ早く、まあ、ゴールすればいいんやって。まあ、どのゴールかちょっとわからへんけど、一番普通のエンディングちょっと見に行きましょうか。じゃあいきますよ。よーい、スタート。ちょっと早速やっちゃうねんけど、え、これはありがたいと取った方がいい？あ、ありがたいんじゃないか、これは。これはありがたいぞ。ラックは来てる、こっちに。左やろ、できるだけ短くやからね。ああいう風にちょっと最初のとこだけね、変わりよるんですよね。それができれば一番いいと思うよ。か、もしかしてエンディングってあれなんかな、限ってないんであれば違うエンディングの方が早く、死んだやつとかの方が早く終われるかもしれへんけど、ちょっと一回こっち行ってみようか。で、ここ左やろ、2828ないだっけ、45やっけ、やったと思うねんな。どうかろ、284。あ、間違えた、間違えた。45、OK。はい、2845、歌。落ちた。はい、早くしてくれ。ニューエイジミュージック。もういいって、早よしろって。時間がないねんて、こっちは。もう分かった。何やろ。行くぞ。ちょ、開けてくれ。OK。ナイス。で、こっち行きます。ここまではもうみんなとも見たと思うんだ。で、初めてのロードはここで噛むのよ。テテレテテ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 テよし、どう？何分とかでも分からんか。これ実績解除したんやって、ま、え、なんかしなかったっけ、まだ俺。あ、前行かなあかんやっけ。え、違うか、勝手に開くよな、これな。どう？クリアできた？解除ならずか？ならずっぽいなぁ。はぁ、いや、これ一個思うのはね、最初めちゃめちゃ良かったやんか。これとかも俺なんかバグやと思うねんな、こういうの。こう黒いの、これ変わんの。バグっていうか、まあそういう風にしてる、ちょっとしたおかしいポイントみたいと思うの、おじさんが用意した。最初に、オフィス、上司のオフィスに何回か行った方がいいんじゃないかなと思うわ。上司のオフィスに何回か行って、パスワード打ち込んで、ちょっとリラクションミュージックみたいな聞かされるやつを
カットした方がいいと思う。ここ。これで多分さてどうなるかみんな分かったと思います。はいはいはい、隠された秘密のリバットスタンリーはいくつかのボタンを押してって、ちょっとこれやっつけなったやろ。もう次は入った瞬間開けようんのよ、おじさんが。だからこれでいいと思う。俺もこれでもう一回やり直してこっからさっと行くで。勝つぞ。よし。え、何これ、めっちゃ髪やんねんけど、もう髪だらけになってね。え、気になんねんけど、なんかなんなんこの地面、雪降ったみたいになってますやん。メモもクソもないやろお前。これもあ、ここで終わってんのか。ここちょっと楽しませてくれるね、いつもね。ちょっと違うんだ。でもまあ本来はこの長さが普通やから、これでクリアできるわけじゃないと思うね。なんか一番最初のファーストトライだけが異常に短かっただけであって、問題はここや。もう開いてほら、開いた。よしよし、さあどうです、いけ。それを待ったんだよおじさん。こうして押した。はい、オッケー、ここまで来た。最初ロードまでめちゃめちゃ短いと思う。一回も止まってないもん。問題はあのパカラパパパパボン、もうどん時間あるやん。ここよ、ここがあかんわ。ここすごい時間かかるわ。なんかここからこうやって乗ったりできひんのか。これこっからこうやってわーってこっち側い、あかんあかん、足食った。えらいことさん、ちょっと待ってって。え、どこ、おい、わけわからへんとこ来たぞ。え、なにこれ。え、こんなエンディング俺知らないんですけど、いけませんこれ、なんとか僕。うーわ、最悪、テクスチャのなんか歪みみたいなとこ入ってもうた俺。よーい、スタート。よし、行きまーす。ここまではね、大丈夫。 0.2 秒ロスぐらいの、ちょっとまあ最速ペースではないけど来てるって感じがしてる。問題はなんか こっからなんか登ったりとかしたやんか。あれはどう使うの。 あれもえ、でもエンディングは関係ないしな。エンディングは俺調べた限りではあんなんなかったから、もしかしたらこのスピードランをクリアするために用意されてんのかな。わざとらしいよな、ここまでよくできたゲーム。こんな、しかも一番端のところに行けるって。ここじゃなかった、ここじゃ、あ、ここ行って ここからわって、ちょっともう挟まったって、もうめんどくさい、もう。スタート。よし、頑張るぞ。電話鳴ってる、電話鳴ってるで。 Good morning. Thank you for contacting the Future Happiness Foundation. We are confirming your shipment of 1,327 cardboard boxes to your place of work. Can you verify that this is correct? おう、それでお願いするわ。ほんなら。え？スタート。よし、今度こそ。めっちゃダンボール積んである。いやもうさ、いいっておじさん。なんなんおじさん、どうしたん、なんか今日大奮発してるやん、ここの部分。え、これ普通にいけるやんな。ちょ待って、もう今引っかかったもんさ俺。もういいって、ちゃんとやらせろって。スタート。よし、いきます。もうなんもないな。よし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 、それでいいね。普通で、あれ、ここは。おっしゃ、ここまで来たぞ。で俺はやっぱり飽くなき挑戦心っていうのを消し去りたくないから、こういくやんか、こういくやんか、こうやろ、こうやろ、ここで下に来るから、こういう感じ。どう、これめっちゃいいんちゃう、これめっちゃいいんちゃうか。いいぞー、これは出たっしょ、記録出たっしょ、押したよな、記録出たっしょ、これは。よっしゃ、どうでしょうか。あとはもうおじさんしゃべるだけやから、おじさんもうパッパッと出てくるだけ、もう何回も見たから、早々しゃべってくれたら、あと前に行ってなんかマインクラフトみたいな世界に一歩踏み出すみたいなとこまでないよ。よっしゃ、実績登録解除しました。左上ですね、スピードラン。やったねー。 OK、 おじさんありがとう。
さあ、では次の実績解除といきましょうか。次の実績はですね、簡単なことなんです。スピードランはちょっと難しかったけれどもね、難しかったのかどうか、私はなんか変な感じで言ってしまいましたけれども、今度もまた上司のオフィスまでは普通に行きます。で、今回の実績は8っていう実績なんですよ。はい、ここです。ここもう開いちゃったんですけど、どうやらこのキーパッドに8と打ち込んでくださいと、ずっと違うよね。解除しましたということです。やったー。お次の実績はですね、なんかどうやらこのオプションからいくっていうことなんですけど、オプションのエクストラスでアーチーブメントかっていうやつをこれにしてくださいっていうことだそうです。はい、終わりです。これは何かわからないです。セーブって何やろね。アチーブメントって何なんでしょうね。まあでもこれで、一個実績解除できたっていうことで。ではですね、今日はちょっと途中で実績解除も挟んじゃいましたが、もう一個エンディングを見たいと思います。何エンドって言うとわからないですけど、チートってよくゲームやりますよね。多分それを題材にしたエンディングだと思うんですけど、まずは、このゲームのね、プロパティっていうのを見るんですよ。これはね、Steam の画面から見ることができます。Steam で自分のライブラリーに行って、で、このザ・スタンリー・プラボーのところを右クリックすると、プロパティっていうのが出てくるんですね。それがこの画面です。これ Steam の画面ね。ゲームの画面じゃないよ。で、ここの、起動オプション設定、一般のところね。これを押すと、なんかこの、ここになんか打ち込めと言われるんですよ。で、ここにですね、マイナスコンソールというのを打ちます。ちなみに言うと、別にこのゲームやからこういう画面が出てくるわけじゃなくて、どのゲームでもこれは出てくるんですけどね。ただ、このマイナスコンソールと打って OK と。で、閉じると。で、このゲームをそのまま起動するわけですよ。で、念のため一回再起動しましょうか。はい、ゲームを起動したんですけど、すごい画面が出てきましてですね、これが多分先ほどのマイナスコンソールの、効果やと思います。多分なんかいろんなものがここに情報が出てるんでしょうね、このゲームの情報がね。で、ここにね、ここの打ち込むところにこうです、 SV チートス1と、1な、大体のことはこういうコンソールをリジったことある人分かると思うんですけど、1っていうのがオン、0が、オフっていう、よく使うんですよね。 SV チート1ってことは、チートをオンにしますっていう、今なんていうの、情報というか設定を私が直接打ち込んだと。これでサブミットしてみましょう。お私は真面目です。実は私はここで、私の真面目な部屋なのです。ここは私が真面目になる部屋なのです。このテーブルは私が見た中で最も真面目なテーブルです。私は多くのテーブルを見てきました。100は見たでしょうか。1000以上は見たかもしれません。具体的にはいくつかはよく覚えてないけれども、そんなことは私がこれまで見てきた無数のテーブルに関する知識ほど重要ではありません。このテーブルはその中で最もとにかく真面目なんだと。この部屋が今までで一番真面目な部屋だと印象付けるために、こんなお話をしています。ここに君を連れてできた理由もそこにあります。君は今サーバーチートを起動させようとしましたね。これはゲーム全体を破壊するリスクを伴う。君がこのスプリットを駆動された厳密な事情の中で敬意を払わなければ私もそれを実行することができません。反省の時間ですよ、スタンリー。冗談でもゲームでもありません。この部屋の外であれば私も寛容になれたかもしれませんが、私たちは反省部屋の中にいるのですから、ということで、君に私が考える中で最も真面目な罰を受けさせます。100、いや10億、いや1兆年はこの真面目部屋の中で立っていなさい。その後、君の行った行為の愚かさと君が何を学んだかについて私たちはお話できるでしょう。それまでずっとこの真面目部屋です。それでは。いや、それではって言われても、一応ねってそんな、無理に決まってるやないですか。もうちょっとええとこ使わへんこれ。ここにもここにも枝あって、ここもここも、ほんでここにも枝生えてたってことやろ。お、バッサー横切ったってことやろ。え、どういうことやろ。え、この木難しいな、意外と。え、だってさ、木って丸くこうできてるわけやから、こう丸くこうそびえ立ってるわけやんか。それを、こんな言うたら、幅の板を作ろうと思うと、端横を去って削いだだけでは、どうしても下が楕円形になるやん。この裏側が楕円形に。でもこれは一応ちゃんとした長方形になってるってことは、一応こう皮の部分を去って剥いだ後に、ちょっと奥目のところを切って、四角くくり抜いたやと思うね。っていうことを考えると、この木の枝のここの右の部分がこうあるっていうのはおかしいんじゃない？
はい、論破。あ、来た。そうや、これね、前回これ私これ見たんですけど、このね426の悪、これね、これは一つのエンディングなんですって。皆さん、これをホワイトボードエンディングって言って、コンソールバックって書いてるな。あ、ちゃうか、 BARK か、なんかわからないけど、あのこれはこれで終わりやねんて。だから私は何も知らんとこのまま先行っちゃいましたけど、ここのドアしか開かずにあれを見るっていうのも一つのエンディングだから、よかったよね、流れで見られてて。これちょっと気になるよね、これコンソールバークってやつ、こう打ち込んでみましょうか。ねコンソールコマンドっていうのがねわからないんですけど、あ、これか。ねここに BARK、 これでいい、小文字いいんかな。はい、え、違う、 BARK 大文字、なんかここほら、大文字大文字大文字っぽい。まあいいか、何個か打つか。え、何今の、え、ワンワンって言わなかった。あ、俺クリックするために、俺クリックするためにワンワンって言いよる。何これ、すげえ。多分これ打ったからちゃう、これ打ったからやわ、バーク。はあ、そんなんあんねんや。え、これで進めたらどうなんねやろ。さあ、ということで今回の You are playing the Stanley Parable はいかがだったでしょうか。次回で一応最終回となって、次回には2個ねエンディングを残してはおるんですが、細かいことは私もよくわからないんですけれども、まだ2個あったと思うんですよ、合計の数から言うとね。まあそれは楽しみにしながらも、もしまあ尺が短くなるようであればですね、また違ったところの実績解除っていうのもありそうなんで、それもやっていければなと思っております。と言いますことで、本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。よろしければ次回最終回もご覧ください。お疲れ様です。